ちは。我が町川越が1年で最も賑わう季節がやってきました。そう、川越祭りです。今回の我が町川越は、これを知っておけば川越祭りがもっと楽しくなるという情報をお届けしたいと思います。耳を澄ませてみてください。お囃子の音が聞こえてきませんか？まずはこちら、川越祭り会館からスタートです。川越祭りを一年を通じて体感できる施設がここ川越祭り会館です。川越祭りに関する資料や歴史が紹介されています。平成15年に開館し、今年で10周年。館内には実際に川越祭りで引かれる本物の山車が展示され、その特徴や構造を見ることができます。蔵造りの街並み同様、川越を代表する観光スポットになっています。平成17年には川越氷川祭りの山車行事が国の重要無形民俗文化財に指定されました。展示されている山車は定期的に入れ替えが行われています。今日はちょうどその入れ替えの日です。今回は特別にその様子を見せてくださるそうです。川越祭り会館館長の長谷川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長谷川さん、先ほどですね、これまで展示されていた山車が外に出され、今後ろでこれから展示される山車組み立てられてますけれども、この山車の入れ替え、どれぐらいの期間で行われるんですか？大体2ヶ月から3ヶ月くらいです。ただ山車は乾燥を嫌いますので、冬の間は展示期間が長くなる場合があります。展示される山車はですね、実際の祭りの時と同じようにこのように飾っていただきますので、祭り会館ではいつでも川越祭りを実感することができます。私もですね、山車もちろん見たことありますし、小さい頃は引いたこともあるんですけれども、改めて特徴や構造など教えていただけますか？はい、川越の山車の特徴は、二重の鉾の上の部分とこうですね、人形がすり上がるところです。また山車の林台がまさにここなんですけれども、360度水平に回転するのが特徴の一つです。これによって引き合わせの際に山車同士が向き合うことができるようになっております。山車は四つ車または三つ車で、正五台と呼ばれる台座の上に二重構造の鉾を組み、上に乗る人形がそれぞれせり上がる構造になっています。これは何で上がる仕組みになってるんですか？はい、これは江戸の天下祭りの流れを組む山車の特徴で、江戸城の門をくぐるときに伸び縮みができるようにした仕組みからなんです。江戸の様式などが受け継がれて発展したのが川越祭りの山車の特徴です。多くの山車には舞台が設けられ、ここで囃子や舞が行われます。彫刻などは欅材で作られ、はめ込み式になっています。山車には黒や赤の漆が塗られ、金箔なども使われています。上下の鉾の周りには金銀など色とりどりの人形にちなんだデザインの刺繍が施された幕を張ります。山車の上に乗る人形は町によって異なり、昔話、信仰にちなんだものや古事記、日本書紀に登場する神々や英雄など様々です。こちらの人形は今組み立てられている幸い町の山車に乗る人形です。能の演目による大きなだそうです。近くで見ると思ってたよりもすごく大きいんですね。だいぶ山車も組み上がってきましたね。綺麗。館長、ところで川越祭りの山車、ここを見ればもっと楽しめるといったところはありますか？はい、山車同士が出会った際に行われる引っかわせが川越祭りのクライマックスです。山車を円滑に運行するために、他の町内とか山車へ挨拶に行く先触れとか、山車の運行責任者である裁量から指示を職方に伝える飛び頭などが連携して1台の山車を動かしているところは川越祭りの見どころの一つです。また山車が方向を変えるときに、山車の下にジャッキを当てて山車を少しだけ浮かせ一気に方向転換します。
息がぴったりと合った触覚の動きにも注目してみると楽しさが倍増すると思います。ありがとうございます。それでは川越祭りをもっと楽しむために次はこれに注目してみましょう。川越祭りになくてはならないのが林です。山車には決まった流派の林連が乗り、代表する流派には大蔵流、芝金杉流、堤崎流があり、三大流派と呼ばれています。大蔵流は速いテンポでの軽妙な林と情感ある舞の仕草が特徴。芝金杉流はテンポがゆっくりで場数が少なく間を大切にしています。堤崎流は素朴な力強さの中で2つの締め太鼓が複雑に叩き合う多彩な絡みが特色です。いかがでしたか？それぞれの音色に違った味わいがありますね。クライマックスの引っかわせで華麗な演奏を奏でる林も川越祭りの見どころの一つです。この日、川越祭り会館では祭りを前に林の練習が始まっています。林は笛一人、大太鼓一人、締め太鼓二人、金一人、そして舞手です。今日練習している幸町林連は堤崎流です。楽しいけど難しい時もあるし、いつもいろいろ学べるので結構楽しいです。太鼓の音が好きなので大好きです。これ始める前からお囃子の方で太鼓の方やってたんですけど、さあね、やっぱり狐と獅子舞が一番かっこいいなと前から思ってたんで、どっちかは始めてみたいと思います。まだこの子たちに伝承っていう気持ちを持たせるのはちょっと難しいんですけど、楽しくないと来てくれないん でできるだけ出番を作るようにします。初日には結構子どもも乗りますから、まあ、大人の方で言えば大人はもうやっぱりずっと聞いてるといいコンビで乗ってきた時のお囃子はやっぱり普段出ないいい感じが出ますから、それは長く見てるとファンの人は結構分かってるみたいですけどね。伝統ある囃子や踊りをこれからの時代に残そうと子どもたちへの伝承が行われています。川越祭り会館の山車の入れ替えもほぼ終了しましたね。そうですね。川越祭りについて予習しておくともっともっとお祭りを楽しめそうですね。はい、そうです。詳しくは市のホームページにも載っておりますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そうですね、川越祭りの魅力を一層感じてもらえると思います。城下町の秋を彩る川越祭りが10月19日土曜日、20日日曜日に開催されます。歴史と伝統を誇る川越祭り、昼は山車の上に飾られた人形、細かい彫刻などに注目してみてください。夜は提灯の明かりに灯されて幻想的な姿となった山車や林が入り乱れ、浴衣が持つ提灯が乱舞する引っかわせが最大の見どころです。川越祭りはおよそ360年の時代を超えて江戸の天下祭りを今に伝えるお祭りであります。蔵造りの街並みの中を引かれていく山車の姿は見る人の目を魅了することと思います。秋の一日、ぜひ多くの方に絢爛豪華な川越祭りを堪能していただきたいと思います。皆さんのおいでを心からお待ちしております。館長、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。川越祭りを楽しみましょう。はい、楽しみですね。